入れてください。しょうがないですね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。聞こえてますか？今音は鳴ってません。 BGM は鳴ってません。声が聞こえてれば OK です。声が聞こえてれば OK です。聞こえていますか？はい、皆さん前回の生放送を覚えていらっしゃいますでしょうか？前回、はい、うんうん、前回の生放送でですね、はい、なんとなんとなんかラメオの、あ、ラメオのテーマソングとやらを送ってくださった方いましたよね。送ってきた頭のおかしな人がいたんですよ。はいはい。なので今日は多分流星の情報公開っていうのでね、いつも来てない方が来てるかもしれないんですが、はいはい、ここで一曲お届けいたしましょう。あ、ぶちかましちゃいます。はい、はい、ただちょっとね、歌ね覚えてないから、ちょっとなんか覚えてるところだけ入れる。歌えない。流します。皆さん小粋なトークでお願いいたします。ちなみにこっち返しがないから音聞こえないんですよ ね。 もう流れ始めてますよね、多分ね。映画好きで送ってくださいましたか、ね、今おかしいんでしょ。ラメ温度、ラメ温度、これが Y の温度や、温度や。下に歌詞があるので皆さんご唱和ください。初見でご唱和とは、初めて聞いた。タマさん何故に。なんかね、頭の方はねちょっと覚えてない、後ろの方は覚えてない。なんやこれって。うまそうやね。さてデジネーションにはいろんなブランドがあるよ。まさか全部紹介してくれるのか。ハイパーシーンは全てお求めやすい価格で、これね早いんだよね語りがね。語り早すぎる。さらに DMM ゲームズではいろいろと、それはもういろいろとお得になってまーす。うわー、そんなだなー。もうどうないすんねん。そりゃ慣れてますよ。あれ一発撮りですからね、電報のやつ。お得になってます。最終痴漢電車。これラメ、ラメオ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 。ここにね、音聞こえてないからね、ずれてるかもしれない。そんな多分コール&レスポンスするところですよね、多分ライブとかだと。はい、カメラ戻してもらっていいですか。はい、すごかったな、すごいものを見た。はい、ということで、皆さんデジ玉、デジネーション公式チャンネル広報兼パーソナリティを務めるラメオです。皆さんデジ玉、デジネーション公式チャンネルアシスタントパーソナリティの楠原ゆいです。この番組は先ほどの歌にもありました通り、アズライト、フローライト、ハイパーシーン、ヘリオドール、夢見るなど DMM ゲームズのパッケージゲームブランドデジネーションの最新情報をお届けする番組の第17回放送そうです。はい、今日はね、事前告知の通り流星ワールドアクター会でございますよと、ね、そして新コーナーも、募集しておりましたので、うんうん、まあ、新コーナーなんかも決めていきつつ ねちょっと小粋なトークでね2時間お付き合いいただきたいなと思っておりますけども、ちょっとねさっきねラメをラメを言いすぎてちょっと熱いんですよ。脱いでいいですかこれ。
ちょっとね、中がね、もこもこしてて、ね、暑いんですよ。脱ぐと半袖なん。半袖2月に夏、今日は夏です。大丈夫ですか？大丈夫。体温調節ばかりになってません？寒くなったら来ますはい、ということで、たくさん普通オタもいただいてますよということで、最初にね、ちょこちょことね、読んでいきたいなと思いますよ。はいはい。ちなみに流星宛てのメールは流星コーナーで、はい、あ、なるほどなるほど。じゃあもう普通オタをご紹介していきましょう。はい、こちらは日月さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラナさん、草原さん、こんばんは。こんばんは。私の愛用してる PC ですが、長い間使っていてスペック的に厳しくなってきたので、もうそろそろかなと思っていた矢先、ソサーラをプレイ中に突然それは起こりました。先が気になってマウスをカチカチしすぎると読み込みが追いつかないのか微妙にフリーズするんですよ。しばらく放っておけば回復するのですが、よりによってエッチなシーンでのフリーズは辛かったです。あーんダメー、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 あーんダメー。これあと10回ぐらいあります回復するまでフリーズした時の音声がエンドレスでリピート状態、かっこセリフはイメージです。実際にはもっと危ないセリフが無限リピートされました。何この生殺し状態は、わら。真剣に PC の買い替えを検討しています。お二人は PC や家電などの買い替えのタイミングどうやって決めてますか？完全に壊れたらそりゃ新しいの買いますが、まだ動いている家電の買い替えって悩みませんか？家電の買い替えって一番困るやつだね、うん、ねえ。引っ越しのタイミングとかが多分一番買ってる気がする。買い替えというよりかは、なんか新しい家に合わせて、はいはいはい、そのなんかもうちょっと古くなったやつとかは買うかなみたいな感じ、うんうん、パソコンは買い替えないですね、はい、パソコンが結構新しいの買ったんですよ。2年前ぐらいに。2年前のパソコンはもう古いですね2年前の時に最新だったパソコンを買ったんですけど、はい、なんか買った当初から重くて、はい、どうしようかなって思いながらもう2年ぐらい使ってます。それはなんか多分、うん、あの裏でいろいろ走ってたりとかです、ね、はいはい、ハードディスクがちょっと故障してたりとか、ね、なんかいろいろあるんでしょうね。いろいろあると思いますけどもね、うんうん、自分はもともとパソコンショップ勤めなので、うん、新しいのが出るとちょっと1台組んでこうなんかメイン PC とサブ PC がどんどんこうなんか入れ替わっていくというか、はいはいはい、ロケット鉛筆みたいな感じ、あ、うんうん、ちょっと入れ替えていくチボチボチボ、そうそうそう、そんな音はしないロケット鉛筆って言うから、ロケット、まあロケット鉛筆そうそうやな。そうで、なんかある程度そのなんか要は新しいものを買って、うん、古いものをサブ PC に回して、その時のサブ PC は、うん、まあ、もうあまりにもお値段がつかない場合は捨てたり、はい、とかお値段がつきそうだったらちょっと中古で売ったりとか、うん、パーツばらしたりとか。中古で家電を売ったことないですもん。家電はね、うん、なかなか売りづらいというか、うん、中古の家電って二束三文、うん、だからなんか粗大ごみで捨てるよりかは、まあ、無料引き取ってもらった方がいいよねぐらいの感覚ですね。パソコンのパーツはそこそこね、まだね、一世代前とかだったら売れるんで、うん、全然いいんですけど、はい。続きまして、どれかな。はい、はい、ちなみに BGM で今流れてるんですか？今流しました、はい、今日はずっと後ろに流れてる BGM は、はい、流星の BGM です。あ、はい、今ちょっとこちらにも聞こえますね。こんな感じです。かっこいい。今日はずっと流星 BGM でいきますので、はい、希望さんからいただきました。ラメオさん、草原様、デジナマデジナマ、く図になってる。くず原様、KSR の復活おめでとうございます。なんだ、KSR、くず原なKSR 復活と聞いて、伝説の初代を通勤帰宅中に駅係員がいる場所とかで聞き返してるんですが、大人時点だけじゃなく最初からフリートークも下ネタがひどかったことに笑っちゃいました。第1回オープニングで一物の意味を調べたとか言い始める立花さんと、それを楽しそうに聞く草原さん、本当にあの頃はビジネスフレンドだったのでしょうか。
回を追うごとに復活を重ねるごとにひどくなっていくビッチフレンドの橘さんと草原さんのトークがいかやら何やらでさらに強化されて大人時点ともに帰ってくるかと思うともうワクワクが止まりませんね。草原さんたちの復活の初々回をもう収録されたと思いますけど前と同じくひどかったですか、前よりもっとひどかったですかといただきました。あ、でも第1回の時は確実にビジネスフレンドですよ。第1回2016年の、はい、うん、秋ぐらい、秋とか9月とか10月とか、あ、はいはい、あ、そっか、あの銀春のカフェ、はい、よりも銀春のコラボカフェに行って、あ、今度ラジオ撮りますねって言って、あ、ね、頑張りましょうねって、もう違和感しかない違和感しかないですけどって言ってて、ビジネスフレンドですね。だからなるほどですね、うん、はい、ちなみに、まあ、先ほどちょっとお話をしていたんですが、ひどい回を更新した気がします。そうですか。で本人は、はい、いや全然第1回だから抑えめですよとか言ってるわけですよ、はい、多分あの今までの中で、一番ひどい普通オタコーナー、はい、あ、でもそれにはね私もちょっと言いたいことありますよ。まず普通オタが普通じゃなかった、はい、普通オタが普通じゃなかったですね。でも私はそれを褒めたい、褒めたい、みんなよくやったね、みんなね、うん、ここでしかね、わかってる、ここでしか出せないんでしょ、もう KSR に普通の普通といらねえからよろしく頼むな、はい、よろしく頼むよ、はい、続きまして、こちらは大将正宗さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。草原ゆい様、ラメオ様、生放送お疲れ様です。お疲れ様です。前回から貴重の新米リスナーです。前回の放送で新潮ノイズ楠原結衣と橘真央のラジオ事件簿復活のお知らせに驚かされました。またあの大人音辞典が追加されると思うと夜も8時間くらいしか眠れないかもしれません、かっこ笑い。さてお二方にラジオ事件簿復活に向けての抱負やこんなことがしてみたいなどお聞かせいただければ幸いです。YouTube の番対策と勝負して勝つあと、あの正宗さんに残念なお知らせをすると大人音辞典はもうない、もうないです、ね、もうない上にあのなんか今 YouTube の削除基準がなんか愚痴音みたいなやつがちょっとエッチな音が聞こえるやつが割とこうなんか番対象になってるらしくて大人音辞典をやると一発で負けそうな気がするので、やりませんっていう感じですかね。やらなかったですね、はい、うん、まあ、あの明日放送なので、はい、ぜひお楽しみにというところでございますけども、はい、続きまして、フラノメロンさんからいただきました。クスラメオさん、こんばんは。こんばんは。前回の放送で今回流星ワールドアクターの大特集と発表されてやっとかと嬉しくなりました。木野笠先生と秋梨先生という期待しか持てない作品を今か心待ちにしておりました。東京ネクロのようなスチームパンク、サイバーパンクという世界観にファンタジーが合わさった未知の世界に早く没入したいです。そして KSR 復活に嬉しさが爆発です。大人時点のストックがいくつかあるので早く出したいです。パーソナリティのクッスーと真央ちゃんはビジネスフレンドを超え今ではズブズブのイカフレンドに、いずれはそれ以上の関係になるとファン一同は嬉しいですということでいただきました。やりますよ。大人辞典しかやってない。大人音辞典はやらない。台本見て笑っちゃったもんね。普通歌を読みます、ね、大人辞典やります、エンディングって書いてある、ね、以上みたいななんだこのペラペラの台本すごいすごいよね、なんか、うん、しかもね台本が昔のコピペが残ってるみたいな。そうなんですよ、ひどいひでえ台本でしたよ。ひでえ台本でした。はい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 。こちらはサダクビアさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。草原ゆいさんがアシスタントを務めていらっしゃるということで今回初めて生放送を見させていただきました。ありがとうございます。ラメオさんのことは初めて知ったのですが、先日のエロゲの日と呼ばれる日にソフマップ秋葉原さんで見かけた時に猫耳をつけていらっしゃってとても似合っていました。全然エロゲには疎い私ですが非常に楽しませていただきました。次回の番組とたまゆら未来楽しみにしておりますということでいただきましたよ。ね、猫耳つけてたんですか。猫耳つけてました。あの、健康先生のサイン会をやってたんですよ、はい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 、ね、2月の22日だったんで、はい、にゃんにゃんにゃんの日で猫耳がカバンの中に入ってたんで。どういうことだ。猫耳をつけてました。え、ちなみに1年間入りたいいつも入れてるんですか。振り返れば1年前、はい、2018年の2月の22日、はいはい、私は電脳妄想開発室というですね、あ、はいはい、あの生放送番組に
柚原さんと一緒に出ておりましてですね、はいはい、あくまでこれはの物語のゲストメーカーで出てた、うんうん、でその時にあのメインパーソナリティのなんかあゆみっていう人がいるんですけど、どうやって猫耳つけてやろうかなと思って、うん、あ、シャッチョさんに、そうそう、で奮闘した結果、はいはい、猫耳をつけて放送最後まで頑張らせるっていうでその時にその時にわざわざ買ってきた猫耳をそのまま入れてる、うんうん、カバンから出してないだけですもうあゆみさんにあげればいいのに、ほんとね、うん、誰も得しない、誰も得しない、いやでもなんか、うん、猫耳ついてるっつって、うん、なんかあのいつものメンバーが、あ、ラメオさん猫耳ついてるんじゃないですか、今日猫耳じゃないですかみたいなっていう感じでなんかちょっと絡んできた人も何人かいたんですけどまあ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 、そういうね話題作り、あのエンターテインメントを忘れずに、ね、はい、あの行きたいなと思いますよということで、はい、ふつおたまだ いっぱいいただいてるんですが、今日はちょっとね流星のね、特集とかもあるので、終わり際にまた時間があれば読みたいなと思いますけども、ここで新コーナー、はいはい、新コーナー、新コーナーです、そうですね、はい、前回の放送で草原由衣の奇跡というですね、草原さんの出演作品を追いかけるというコーナーが終わってしまいましたので、大人の事情で終了してしまいまして、はい、ということでいくつかいただいたんですけども、はいはい、まあラメオさんのね独断と偏見でこれは絶対やらねえというやつは弾きまして、はい、選び抜かれた、あの選び抜かれた勇者がいるので、はい、この中から草原さんに選んでもらおうかと思います。じゃあ読んでいきますね、はい、一個ずつ読んでいきましょう。こちらはカボス SP プラスさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ラメオさんグッズこんばんは、ルメウェ新規コーナー案としてこの番組のリスナー意見を集めてデジナマで一本美少女ゲームの企画を立てるのはどうでしょうか。デジナマのリスナーは百戦錬磨即域絶倫の屈強なエロゲユーザーたち、モテる趣向やフェチズム、性癖や弱点も様々なはず、俺こんなエロゲー作ってくれたら絶対予約して買うわみたいなアイデアを募集して、デジネーションの中ボス徳永 P をうならせられるかというものです。あ、もちろんクッスンはセンターヒロイン確定にしておかないとクッスンに利益がないですからね、かっこ重要。そう、これはデジナマリスナーと徳永 P の愛と現実のぶつかり合いを描く壮絶なバトルストーリーである。いや、コーナーだっつってんだバトルストーリーらしいですね。なるほど、まあ、つまりなんかあの皆さんの性癖をあのいろいろと投稿しまくって全部ごちゃっと混ぜてその企画を採用とするかどうかっていうことなんです、うんうんうん、はいはいはい、続きまして、続きましてこちらはお堅い家庭の法系学部さんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。ラメオさん、クッスン、デジナマ、デジナマ、新コーナー案なのですが、楠原由衣に土下座して頼み込んでいろいろなセリフを言ってもらうコーナーなんていかがでしょうか。なるほど、個人的な意見で恐縮ですが、土下座したらやらせてくれるはデジナマを象徴する一つのキーワードのようなものに感じているので、その象徴を冠したコーナーがふさわしいと思い提案させていただきました、はい、ちなみにあくまで頼み込んでなので、クッスーが拒絶をした場合は頼み込みきれなかった、ラメオさんが責任を持って全力でセリフを言います。あ、却下かな、これは、はい、かっこ、こっちは強制、リスナーとしてはクッスーが拒まずに読んでくれるセリフのギリギリを探りつつ、言ってほしいあんなセリフやこんなセリフを送るコーナーになります。ぜひご検討ください。うん、なるほどね、うん、なんか例もありますよ。顔を真っ赤にして恥ずかしがりつつ、競泳水着ならまだしもスクール水着でなんてこの変態、あ、いっぱいある。え、厳粛な感じで、この度私楠原由衣は G を締めさせていただきます。大人辞典やんけ。え、勇気たっぷりに、あー、すごく太い、そして硬い、すごいわ、あなたの上腕二頭筋。まあつまり、うん、大人辞典やなこれ。大人辞典かな、そう考えると私何でも言っちゃうからあんま良くないかも、ね、大人辞典ですよ。続きましてこちらしずさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。クッス、ラメオさん、デジナマ、デジナマ、新コーナー案の募集ということでメールを送りますが、残念ながらただの声豚なので欲を丸出しにしたコーナーだけ提案しようと思います。
リスナーから募集したキャラクターの属性などをランダムにいくつか引いて、出来上がったキャラをクッスーに演じてもらうコーナーはどうでしょうか。例えば土下座したらやらせてくれそうな、またか猫語のお姉さんが真面目に説教をするみたいな、いろんなシチュエーションの演技が見られてリスナーたちへのご褒美コーナーになると思います。あとゲストさんが来られた時にはゲストさんに無茶振りをさせられるいい口実になるかもしれません。どうでしょうか。つまりあの PP カスタマイズってことでいい？ PP ですね。PP カスタマイズ、カスタマイズ、うん、この3つか。この3つでどれをやるかですね。難しいですね。どれもすごい考えてくださってありがとうございます。最後のやつやるんだったら、うん、今日は何個引くかっていうのをくじで引いて、うんうん、5個ってなったら5個とか混ぜなきゃいけない、ね、あ、そうなりますね、うん、難易度上がっていきますよね。なるほどなるほど。でもそしたらたくさんお便りも読めるし、しずさんのやつかな。しずさんのやつ、はい、ピーピーみたいな、ピーピーみたいな、はい、じゃあピーピーカスタ…あ、違う違いますよ。じゃあ、新コーナーはしずさんのキャラクター属性をランダムに引いて出来上がったキャラクターを複数に演じてもらうコーナーということで、はいはい、これいきますかね。はい、やりましょう。じゃあ次回からこれやります、うん、コーナー名はなんか皆さんあれです、考えておいてください何がいいかな。なんかなんだろうね。次回メールフォームでなんか適当にコーナー名つけときます、うん、あとはなんかお便りでこんなコーナー名でどうですかっていう、はいはいはい、感じで、いきましょうかね。 DG カスタマイズ、 DG カスタマイズやばい、ね、怒られそうだ、うん、はい、じゃあこれ採用でありがとうございました、はい、ありがとうございました。じゃあ次回からこちらのメールも募集していきたいなと思いますよということで、CM 挟みましょうか。はい、はい、では CM です。はい、ということで本日はもう後ろにもねポスターが貼っております通り、うんうん、昨日届いたポスターです。なんか異物が紛れ込んでますけど、あー、ワールドアクターの世界に。あ、そうです、ここ発売日書いてあるんで。なるほど、はい、隠してます、はい、顎だらけです。はい、ということでこれ台本通りに読んだらこれもう速攻剥がさなきゃいけないんだけどはい、ということで、流星ワールドアクターの、最新情報を、バカすかお知らせしていきますよと。もう今ね、バグバグさんが公式の資料としてはとても優秀だというね、状況なので、うんうんうん、公式からねきちっと、お知らせをしていきたいなと、思いますよということで、まずは、最新情報を出していきましょうということで、まずメインビジュアルをお願いします、はい、こちらでございます。キャッチコピーは、はい、青い月を打ち抜いたその果てということですね、うん、かっこいい、かっこいいですね、うんうん、はい、では、改めましてその台本を、はい、読んでいってもらってよろしいでしょうか。台本というのはこの資料のことですか。こちらでございます。あ、こちら、こちらでございます。キャッチコピーから下を順々に、はいはい、あ、その下いきましょう、はい、お、2019年3月29日予約開始でございます。予約開始ですあと一月後ぐらいですね、はい、そして発売日言っちゃっていいんですか、もう、はい、2019年7月26日発売予定となっております。はい、ということでカメラ戻してください。出ました、剥がしました。でっで、はい、7月26日発売予定でございます、うんうん、こちらをご覧ください。
はい、ということで、改めまして、まあ、タイトルだったり、クリエイター陣を紹介していきましょう。はいはいはい、タイトルはもちろん流星ワールドアクターですね、はい、ブランドはヘリオドール、はい、企画シナリオが衣笠翔吾さん、はい、キャラクターデザイン原画が秋梨優さん、はい、背景美術世界観設計がラプトさん、はい、という、はい、豪華メンバー、そう豪華メンバーでございますよ、はい、ということで、まずはね、まあ、あらすじだったり世界観だったりありますので、はいはい、じゅんぐりじゅんぐり別紙の資料をご紹介していきましょう、はい、資料がねめっちゃ声がボツめっちゃボツしちゃってます。ちなみにあのこんな感じです今日の資料こんな感じです。これ全部やります盛りだくさん、はい、はい、では、はい、まずは、これはストーリー世界観かな、はいはい、世界観とストーリーですね、はい、はい、ご紹介しましょう。はい、第7共和国、その国を守る警察組織の中でも厄介者やはぐれ者、問題児が集まる13課、その13課に所属する主人公飛龍ルカは刑事としての腕は立つが言動や行動に問題が多く、かつて凄惨な事件を引き起こしたある事件に固執するあまり上層部に目をつけられ13課に押し込められていた。誰とも組まず一匹狼を貫き通してきたルカだったが、新たに配属されたエルフで新米刑事のクラリスとコンビを組まされることとなる。息は合わず無能な新人、無能な上司の関係で時間が過ぎていく中、第7共和国へと亡命してきた一人の少女を保護したことで日々は大きく変わっていく。はい、うん、ということで、あのなんかあれです、大人のボーイミツがあるものです違うけど、でもだって第7共和国とかもいろんなワード出てきてますよ。そうですね、うん、まあここで出てきた単語だと、うん、まず第7共和国、うん、13課で、あとはまあその新米刑事のクラリスだったり、うんうん、まあ、エルフっていう単語もね、うんうん、出てまいりましたので、はい、じゃあ、続きまして、じゃあまずは第7共和国から、はい、その第7共和国、はい、多種族で構成された唯一の国家、高度な技術と高い民度を保つ法治国家として一時代を築き上げている。戦時下ではたびたび攻め込まれることがあったが、最後まで中立を貫き通したことでさまざまな種族に信頼されている。はい、まあ流星ワールドアクターゲーム内にまあさまざまな種族が登場するわけなんですよ、うんうんうん、メインヒロインの4人も全部種族としては別、うんうん、の種族になってまして、で、第7共和国は、まあ、その種族が、普通の第7共和国以外の国は、単一種族で構成されてるんですけども、はいはいはい、まあ、第7共和国だけは、まあ、いろんな移民だったりとかも、うん、受け入れてて、まあ、いろんな種族が入り混じってるがゆえに、うんうん、まあ、法治国家なわけなんですけど、うん、まあ、いろいろ大変だとまあ、クラリス の、うん、あのセリフであるんですけど、エルフって寿命が長いんですよ。で、まあ、懲役で10年ぐらい食らったところで、うん、まあ、寿命から見ると大したことないわけですわ。人間だと10年食らうと結構大変ですけど、うんうん、まあ、でじゃあ銀行強盗してもいいかなみたいなあの価値観の違いみたいなところもあって、まあいろいろとね大変な国ですよ。はい、そこの治安を守るのは大変そうですね。大変ですね、うんうん、はい、じゃあ続きまして、ゲノム国、絶対君主制を採用した一騎当選の当主を持つ国、圧倒的な生命力と魔力を有する王家に代々伝わる秘伝の力、一子相伝の力は内外から狙われる対象であり、近隣国内ではクーデターが頻発している。すべてはその秘伝の力を目的としたものである。はい、ふんふん、ということで、まあ すごいなんていうんですかね、国民全員が強い国ね、一子相伝の力が、うん、まあ、あって、でこれはまあ代々引き継がれていくんだけども、その代々引き継がれていく力っていうのはまあ争いを生むわけですよ、うんうん、っていうので、割とその国内もそうだし国外もそうだし、結構ね、いつでもどこでもドンパチやってる感じの、うん、結構物騒な国でございますね。なるほど、はい、はい、続きまして検察庁、
飛龍ルカが所属する警察組織で第7共和国の治安を守っている。総勢3万人を超える警官が存在し、各所に警察署がある。警察組織の仕組みがあることで国としての治安がうまく保たれている。ただし警察内にも問題はあり、権力を振りかざした強引な手法が非難されることも多い。また犯罪者を摘発する職業柄、狙われることも少なくなく、警官が犠牲になることも。はい、ということで、さっきまでなんかその第七共和国だとかゲノムだとかエルフだとかって言ってたところにいきなり飛び込んでくるこの警察庁という いわゆるそのなんか刑事ドラマあるある、要はなんか警察組織も上層部が腐敗していてうんぬんかんぬんとかキャリア組みたいな、そう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 、なんかね、あの割とこう はぐれ者刑事がなんか一人でね独自捜査をしていて、こうなんかあの上司からね、あのお前は動くなみたいなことを言われちゃったりみたいなところの土台となる、まあ警察庁でございますね。まあ本作はね、ファンタジーものなのかって言われると、なんかある種イエスだし、ある種ノーだしみたいな感じですね。もう本当になんかすでにいろんな世界観出てきてますね。いろんな世界観が、あの混ざってます、ね。はい。で続きまして、続きまして13課、通称箱隅でいいんですかね。はい。警察庁の中でも問題児が集まる課、通称箱隅と呼ばれ、警察庁内外から蔑まれている。飛龍ルカはこの課で万年窓際族として働いている。はい、まあ、警察庁は、12課までしかないんですよ。でその12課のその全ての課にいられなくなった、吹き溜まりみたいな連中が詰め込まれるのが13課っていうね、ところでございまして、でまあなんか要はあれですよ、すっごい能力高いんだけど、周りの人と一緒に行動できないような、なんか単独でいろいろできちゃう、そうタイプの人がなんか集まるような、まあ一癖も二癖もあるような人しか、いないかですね。はい、まあもちろんですけども主人公のルカはそういうタイプという。はい、続きまして、はい、続きましてラボ&ピース。警察庁の近くに位置する小さなカフェ、マスターとバイトの両子だけで商売をしている。寡黙なマスターは普段喋ることなく、カウンターの奥で食器ばかり拭いている。店の看板娘である両子は独身で彼氏の存在もなく、警察関係者の多数から狙われているが本人に自覚はない。コーヒーの他に軽食もあり、どちらも評判は悪くない。はい、ということで、まあ、ラブ&ピースというですね、警察の近くにある、カフェがありまして、まあ、わりかし憩いの場として使われているわけなんですけど、警察が多いので、まあ、警察の内々のその情報交換とかが、まあ、雑談レベルでここで行われていたりして、それを大体涼子っていうね、あの後で出るんでキャラクター出るんですけど、涼子っていうバイトのお姉さんがおりまして、まあ、その涼子は結構その聞き耳を立てて情報を集めているので、割とこうなんかルカにその情報を提供したりとか、こういう噂立ってるよって教えてくれたりとか、みたいな、まあ、情報を集めるときによく使ってる、なんていうんですかね、まあ、喫茶店でございますよ。はい、じゃあ続きまして、ストライコス紹介。はい、町の外れに立派な事務所を構えるルカの同期ストライコスが経営する民間警備会社。腕利きのメンバーを多数雇っており、富裕層から頼りにされている。一方でそのやり口にはグレーなものも多いという。はい、ということでストライコスっていう、キャラクターがいるんですけども、これもキャラクターの紹介の時にまた詳しくご説明をいたしますが、まあ、ストライコス紹介という、まあ、何でも屋ですね。民間警備会社で何でも屋で、なんか傭兵みたいなこともやるし、護衛みたいなこともやるし、まあ、お金次第じゃ割と何でもやりますよみたいな。ただなんかそのいわゆる、まあ、グレーなことはやるんですけど、まあ、黒いことはやらないっていう、まあ何でも屋でございますね。はい、じゃあ続きましてが、こっちからは次種族ですね。種族、はい、そう、まず人間。はい、特殊な能力を持たず、魔術や飛行などの力もないが、どの種族よりも優れた統率性、民族性を持ち秩序を築ける。
高度な知能もあり高い技術力を有する人間が多い、はい、ということで、まあ僕らみたいなもんですよ。特殊な能力もなく、うんうん、まあ、魔法とかも使えず、ただそのなんだろう、まあ人と協調 し合ったりとか、うん、ルールを守ったりとかっていうのが、うん、まあ、できるっていうのが、まあ、人間の唯一の、まあ、強みであると、まあ、要はなんかその、ね、戦う と、まあ、勝てなかったりするわけですけど、うん、あのガチで戦っあの殺し合いになるとね、はいはい、勝てなかったりするわけなんですよ。エルフは魔法使ってくるしまあこんな紹介するんですけど、セグイットっていう種族はなんかめちゃくちゃ筋肉バカばっかりだしみたいな、あのもうゲノム国の人なんか一騎当選だって言われてるような、あの状態だし、人間が勝てるわけないんですけど、はいはい、まあ、人間はその知恵と科学の力を使って、あの、まあ、そういう、他の種族とも、ね、対等に渡り合えるような、うん、あの、まあ、文明を築いていきましたよというような世界観です。はい、続きましてエルフ、傷を癒したり空を飛び回る、時には風の力を借り戦う、高い知性など汎用性の高い種族、また長寿でも知られ、老いが始まるまでの間が長く、若さを保つ期間は長い、平均寿命は200歳を超える。ただし繁殖能力に劣り、人口は下降をたどる一途、平和主義。はい、なんか分かりやすいかな、うんうん、エルフは、まあ、エルフのイメージっていう感じですね。まあ長寿で、うん、まあ風の力を使って魔法が使えたりとか、うんうん、傷を癒す魔法が使えたりとか、あんま戦いは好まない。そうで、あまり戦いはこもらず、まあエルフは割とこうなんか森にこもって、うんうん、あの国家を築いている。でその他の種族とも、でエルフはエルフでガチで戦うと強いから、うん、要は侵略しようとしても無傷じゃ済まないわけですよ、うんうん、なんだけど、まあ、エルフ自体は戦いを好まないので、ほとんどの国とはあの割かしこう無言の不可侵協定というか、うん、みたいな状態が保たれているっていう、うん、世界観ですね、はい、ただしオークに弱い、間違いないオーク出てくるのかな。オークは出ないんだな、はい、続きましてこちら、セグイット、身体能力が極めて高い屈強な存在が多い種族、前線で戦うことを得意とし、人間では身につけられないような重い鎧も軽く扱う、また建築能力にも優れている、はい、ということで、あの筋肉バカ種族ですねあの相手に言ってしまうと、まああのなんか頭悪いんですよ、はあ、で、まあ、要は知能みたいなのは あんまり、まあ、人間の言葉を喋って会話したりとかはできるんだけど、うん、こうなんか考えてその戦略を練ってとか、うんうん、なんかあのそういうのはもうとてもとても苦手な種族ですね。で男性は割とこうなんか屈強なあの筋肉だるまになる傾向があって、うん、はい、女性はあのロリになるというですね。そういう傾向がちゃんとあるんですね。そうなんで、うん、セグイットの女性は基本小柄な人が多くて、男性は屈強な人が多くて、うんうん、そのセグイット同士のカップルはあの割とこうなんか、ロリコン犯罪者に見られるというちょっとなんか変なね、種族なんですけど、まあ一人ヒロインの一人の資本はこのセグイットっていうね、まあ、筋肉バカ種族の、一人でございますよ、うんうん、はい、じゃ続きましてゲノム、はい、人間と変わらない外見、知能だが能力を得やすく、スタミナの高い個体として生まれてくる、暗殺や隠密を得意とする集団。そうですね、まあ、ゲノムはあの先ほどのちょっと国の、ね、説明の時に、ありましたように、まあ、一人一人が例えば身体能力がめちゃくちゃ高かったり、うんうん、膨大な魔力を持っていたりっていう、うん、もうなんか要は人間に絶対何かしかのプラスアルファが、うん、あのついてるような種族ですね。で、まあ、なので、まあ、今ここゲノムでメルの絵が出てるわけなんですけども、うんうん、まあ、メルはその国を追われて第7共和国に逃亡してくるわけなんですけど、その逃亡してきた、姫をね追いかけて暗殺者もやってくるわけですよ、うんうん、だからその暗殺者たちがめちゃくちゃ強い、ね、だって一人一人一騎当選ぐらいの力を持ってるわけですよね、はい、そうで、なんか能力も使うし、うんうん、その人間が一対一では太刀打ちできないからもう警察は囲むしかないっていう、うん、なんか結構物騒なニュータイプ。そうですね、ニュータイプ確かにね、ニュータイプコーディネーター、はい、種割れ、はい、続きまして、はい、ピクシー、全長20センチ程度のサイズの森の民、高い知性と器用な手先を持つ、
第七共和国では希少な存在とされている。はい、まあ、第七共和国内でのピクシー の、うん、あの扱いはあの人類ではなく、うん、要は人権が認めてられてなくて、はい、ペット扱いのカテゴリーに入ってる種族ですね。で、あの、まあ、ピクシー自体はその第七共和国みたいな、うん、その空気の汚いところとかにはあんまり生息しないので、うん、あの、まあ、お目にかかること自体がないっていう、うん、まあ、そういうちょっと希少な種族です。基本はなんかあのエルフとかと一緒に森の中にいるんだけど、うん、そのエルフとピクシーもあんまり関わりを持ってないから、たまに森で見かけるねぐらいの関係値、うん、で、まあ、ピクシー自体はやっぱりその体も小さいし、その知性とかは高い、うん、けど何かそのなんだろう、こう戦える能力とかがあるわけではないので、うん、基本的には隠れて、まあ、生きてたりするっていう感じですね、うん。まあ、これはサブキャラの、メリッサというキャラです。後ほど紹介いたします。はい、続きまして、こちらはデルーガ。特定の国家に属さない野生的な種族。人間家畜問わず肉を好み捕食する。その凶暴性から天才の一種とされることも多い。人類共通の敵とされている。はい、これはやばそうですね。ということで、ここでなんといきなり巨大怪獣出現っていう、うん、この世界なんやねんのあのあれですよ。みんなよく生き残ってるな今まで。はい、デルーガっていうのが、まあ、あの要は肉食系の怪獣で、いきなり出てくるんですね。でもうこれは意思疎通もできないし、あのひたすら暴れ回るし、人は食うし、あのビルは壊すしみたいな、あの、まあ、ゴジラみたいなもんですよあのゴジラ系種族なんですけど、ガメラっぽいですけど、ね。で、まあ、このデルーガっていうのが出てくると、なんかその場で戦いをしていた他種族同士も自分の命を守らなきゃいけないので、うんうん、共闘をしないといけないっていうレベルの、うんうん、まあ、やべえやべえやつらです、はい、っていう、まあ、あの怪獣も出てくるような世界ですね大変だ、はい。続きまして、無限の霧。第七共和国周辺を覆う巨大な霧の総称。365日24時間延々と霧が出ている。ただし濃い時間帯、薄い時間帯があり、日中は目に見えない微量な霧だったりする。はい、次のやつも一緒にちょっと説明をした方がいいかな、うん。はい、次が消えた太陽。戦争の折に使用された兵器の影響により国全体を太陽から遮断されてしまった。そのため太陽光を必要とする作物などは全滅。しかし人間の科学力により絶滅を免れ、今日までに様々な技術が確立された。はい、ということで、まあ、この国は、うん、太陽はないし霧は出てるしっていう、うん、まあ、常に夜の国で、だいたい霧が出てるか雨が降ってるか、うんうん、みたいな、状態なので、まあ、その、まあ、夜って犯罪率上がるじゃないですか、ね、やっぱり見えないですもんね、うんうんうん。なのでそのやっぱり路地裏とかは物騒な、ね、場所だったり、要は警察が、パトロールとかしていてもやっぱりその見えないところっていうのは犯罪が非常に、起きやすいということで、こうなんか裏路地とかあのスラムがあったりとかも、する世界観なので、まあこんな世界の警察は大変ですねというもうなんかすごい雑にまとめましたけど、ね、食料とかも大変そうですよね。そうですね、うんうん。まあ、一応その国外との国交はあるので、うんうん、一応そのエルフとかはその戦争とかもちろん、うん、あのしないというか不可侵的なところではあるんですけども、うんうん、その物流とかは通ってるので、そのなんか輸入とかは全然できるような、うんうん、まあ、ある種同盟国みたいな感じにはなってます。ちなみに軍隊もあります。はい、うん。じゃあ続きまして、続きましてこちらがどこにも出したことがないイベント CG 、十数年前にとある団体によって引き起こされた大量殺戮事件。その規模や残虐性から一般には秘匿されている。警察庁内でも公に捜査することは禁止されている。はい、ということで、初 CG ですね、これ。 初 CG、 初出し。はい、まあ幼い頃のクラリスが、うん、映ってるわけなんですけども、まあ
クラリスもこの教団事件というのに巻き込まれた一、人でございまして、まあこの、教団事件っていうのが、まあ、そのクラリスだったり、まあ、ルカだったりっていう、まあ、登場人物に大きな、まあね、人生を変えるような影響を与えているというところだけ、覚えておいてもらえるといいかなと思います。はい、ということで、まあ、一旦ちょっとメインビジュアルに戻しましょうか。はい、はい、ということで、今、まあ、世界観の部分だったり、種族だったりっていうのを、まあ、だーっと説明してい、きましたけども、ね、はい、やってみるとメインビジュアルみんながエルフでセグイットでゲノムで人間で、人間でという、はい、っていうね、まあ、世界観なわけですよ。もうね、何でもありもう言って何でもありですこの世界観、うんうんうん、なんで、でこの作品、要は深層ノイズみたいな探偵ものかとかミステリーサスペンス系かって言われると別にそういうわけでもない、はいはい、コメディですコメディそう、ここまでなんかガッチガチの、なんだろう、世界観で警察組織があって犯罪集団がいて、ね、殺戮、そう、一騎当選のなんか集団がいて、うんぬんかんぬんって言ってるんですけど、基本はコメディはい、で、ロボットは出ますか。ロボットみたいな種族はいます。へー、はい、で、飛行機とかはあるんだけど、この、常に闇で雲の上とかが見えないから、その上に何があるかわからない状態で空を飛ぶのが非常に危険っていうところもあって、うん、飛行機の類っていうのは一切この第七共和国周辺を飛べない状態になってますね。はい、バトルパートはありますっていう、形で、うん、まずいろいろと説明をさせていただきましたが、うん、ここで、まあ、流星ワールドアクターに関してお便りをたくさんいただいておりますので、はいはい、読んでいきましょうか。多分ね、どれ読んでもね大丈夫な気がする。はい、はい、じゃあ聞きましょうか。こちらはひづきさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラナーさん、草原さん、こんばんは。こんばんは。DMM ブランドの新作流星ワールドアクターですが、まだ公式サイトにもほとんど情報出てないんですよね。まあティザーですからね今ねまだね。今夜のこの放送で最新情報が公開されているのでしょうか。現段階で分かっているのは企画シナリオ衣笠祥吾ですが、出演声優さんが購入基準のウェイトを大きく占めている声系特化型かっこ笑いのライターさんに詳しくない自分でも知ってます。一見パッとしない主人公が実はめちゃくちゃ強かったり、ハードな過去を持っていたりする系の作品を書いてるイメージで、自分そういう系の作品が好きなんですよね。ちょっと達観していて、どんな時でも我が道を行くタイプの主人公って見ていて安心するので過去笑い。衣笠さんの流星ワールドアクターがこれに当てはまるかは分かりませんが、これは楽しみが増えましたね。もちろんこれに好みのキャストが加わったら最高ですけどね。キャストの公開も待ってます。はい、ありがとうございます。キャストは今日公開します。おお、はい、めっちゃ情報出ますね。はい、キャストは、はいはい、全部じゃないですけど、はい、一応ね、立ち絵のあるキャラって言ったらいいんですかね、はいはい、メインどころのキャラクター、まあ、サブキャ、はい、立ち絵あるその主要ポジションのサブキャラとかも含めて、はい、まあ、20キャラ以上いるんですよ。めっちゃいますね、はい、でそのうち、はいはい、まあ、主要キャラクターである12キャラかな、うんうん、は、今日公開します。お、はい、続きまして、トゥルーデさんからいただきました。ラメオさん、ユミさん、デジナマは、デジナマは今回流星ワールドアクターの大特集会ということで、一体どんな情報が出てくるのか放送を楽しみにしていました。ヘリオドール公式ツイッターでは流星チップスがナンバー9までつぶやかれていますが、うんうん、その中でもナンバー8のパッと見の印象から想像できない凶暴なおっぱいを持つメルちゃん、あー、メルちゃんね、私気になります。私個人的な好みとしましては凶暴なお尻を持つキャラはいるのでしょうか。教えてラメモン、流星ワールドアクター楽しみにしていますということで、うん、メルちゃんは尻も凶暴よ。メルちゃん尻まで、もうメルちゃんがね、もう一番の包帯で一番のエチチチキャラなんでね。はい、メインビジュアルもう一回出ます。メインビジュアル
メインビジュアルを見ていただいたら分かる、この圧倒的に凶暴なおっぱい。一人だけ全然違うもん。はい、もうこのこれですよ。でね、なんかね、流星ワールドアクター昨今のエロゲーにあるまじき、このね、ヒンヒンホーヒンっていうね攻めた構成。そうあ、でもクラリスちゃんは普通じゃないですか。ふちょっとね、なんかね、特典みたいなエッチーな感じの、はい、イラストの時にはちょっとだけ大きく見えるかなっていう感じで、まあ厳密な設定はないんですけども、はいはい、おそらく左から順に、はい、C、A、G ないしは H、B みたいな感じかな。あはい、圧倒的じゃないか、はい、っていう感じですね、うんうん、はい、こちらは MLW さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ラメオさん、ゆいちゃん、こんばんは。今日はいよいよ待ちに待った流星ワールドアクターの特集会だそうですね。私は昨年末、商売上手のラメさんに、MLW さんは流星ワールドアクター注目しといた方がいいと思うけどなとか、なんとか含みのあることを言われて以来、そんな餌で僕様ちゃんがずらりくまーとコミケでグッズセットを買ったり、バグバグの連載をチェックしてみたりと、来るべき日に備えてきました。ついにメイン会をやるとのことで楽しみにしています。とりあえず CV 当てクイズの準備して待ってますね。後でやりましょうかね CV 当てクイズやりましょうかねはい、はいはい。続きまして、のりこさんからいただきました。ラメオさん、クッスこんばんは。こんばんは。どうにも昨日からついていないようで、今日は番組に投稿するためのメモを紛失したり、昨夜プレゼント応募に投稿しようとしたところ、認証画面が進めなくなってしまい、日付が変わってゲームオーバーになったり、目がかゆかったり、鼻水が出たり、くしゃみが出たり、散々でクションチクションベラボーメーで花粉症ですね。花粉症です、気をつけてください、さて、今回の配信は待望の流星ワールドアクター超大特集会ということなので、早速質問です。流星ワールドアクターというタイトルにはどんな意味があるのでしょうか。タイトルを決めた経緯やタイトルに込めたメッセージなど、いろいろ聞いてみたいです、ということで、ですね、これはですね、まあ、本日ゲストのプロデューサーの徳永さんからですね、はいはい、ちょっと、経緯をちょっと伺ってまいりましたので、はい、あれ、なんかそういう設定でしたっけあれはい、ですね、まずこれは3つに区切ってください、うん、流星ワールドアクター、はいはい、で、まず流星なんですけど、はい、流星は、いわゆる戦を象徴する単語として流星という、うんうんうん、要は火種、戦争の火種とか、はい、まあ、小さな争いだったりだとか、はいはいはい、で、まあ、今回の世界観でいうと種族間抗争もあるし、うん、要はその姫が追われて出てきたゲノム国だとクーデターがあるし、あ、はいはい、殺人事件を追いかけている警察組織があるしみたいな感じで、うん、まあ、いろんな人がいると、いろんな争いが起きますよという、うん、部分を込めて、まあまあ、なんかその戦争だったり、その戦っていう意味合いの単語を何か入れたいねがまずあったんです、うんうんうん、で、常に夜の国だから星が綺麗なんです、うんうん、なので、じゃあ流星かなみたいな感じで、まず流星っていう、うんうん、はい、ワールドありまして、で、ワールドっていうのはこれ、今回その作品内に登場する国っていっぱいあるんですけど、実はその設定だけある国っていうのもあって、はいはい、その作品内には出てこない国っていうのもあるんですよ、うんうん、これなんでかっていうとですね、流星ワールドアクターオンラインゲーム化が決定しておりまして、うんうん、オンラインゲームでもまださらにこの流星は、流星のこの流星ワールドっていうとなんかちょっとなんか変な感じですけど、そう、流星ワールドは続くんじゃよっていうところで、設定をしていないふわっとした国みたいなのも結構いっぱいあって、はい、なので、まあ、いろんな国があるよっていうところをもう一言ワールドってオンラインゲームの話ってどっかでされてますっけ。オンラインゲームのシナリオを衣笠翔吾が今頑張って書いてますっていうのは、バグバグさんに一番最初乗った時の、関係者の座談会に、うんうん、はい、乗ってます。流星ワールドアクターオンラインゲーム化が、決まっております。なのでオンラインゲームの時にもさらに世界観を膨らませられるように、まだ決まってない世界観とかも含めていっぱいありますよ、うんうんうん、で、アクター、まあ、ここが重要です。アクター、うん、アクターって役者っていう意味なんですけど、うん、はい、まあ
要はその登場人物もいろんな人がいるじゃないですか、はいはい、でこのいろんな人たちが混ざった時にあのいろいろと物語が始まったり終わったりするわけです、うんうんうん、なのでそこに存在する人っていうのがもう最重要項目であるというところで、人々たちを表すような言葉を入れたいねっていうので、なんかいろいろあるじゃないですか、流星ワールドピーポー、そう流星ワールドピーポーとか流星ワールドピーポーみたいな変わっちゃいますね、そう感じするちょっとあれなんで、まあここでね、まあいろんな役を演じる人たちということで、はい、アクターという、うんうん、単語をチョイスさせてもらって、うん、まあ、結果流星ワールドアクターという、タイトルが決まりましたというね、はい、そういう、経緯がありますよと、うんうん、じゃもう一度やりましょうか、こちらはひで兄さんさんからいただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、ラノさん、ゆいちゃん、デジナマは、デジナマはビジネスフレンドといえば裏番組になったりするシルプラのタマさんを連想しました、過去笑い。さて流星ワールドアクターの大特集会ってことで質問なんですが、とある雑誌のインタビューでソシャゲもやると言ってみましたが、同時展開したりしないんでしょうか。今いいタイミング、今いいタイミングでこのふつおた引いたね、ねえランダムで引いたんですけど同時展開はしないんですか。うん、ちょっと厳密には言えないんですけども結構近いと思います、うんうん、はい、全てが順調にいけば、全てが順調にいけば、今目の前で首を振ってる人がいるんであれなんですけど、スタッフさんたちが首を振ってますけど、まあまあでも、はい、そんなに遠く離れてその発売して2年後とかそういう話ではないです、うんうん、はい、割とその近い感じで、出ますっていう感じですね、はい、ということで、まだ流星のお便りいただいておりますが、キャラクター紹介の方にね、はいはい、行っていきたいなと、たくさんいますからね、はい、思います、はい、ということで、あ、こっちで、こっち、うん、はい、こちらは飛龍ルカさんですね、はい、本作の主人公でございます、うん、はい、怠け者で不真面目、仕事に対する情熱はなく日々無能扱いされながら働いている、口やかましく思ったことをすぐ言葉にするタイプで人に嫌われる、しかし内面は非常にドライであり冷静な知性と非常な感情も持っている一面も、キーパーとして特殊な能力を身につけているが普段それを使用することはなく事実を知る者も少ない、かつて国内で起きたある事件で上司を失って以降自身を責め一線から退く、はい、うん、というですね、29歳です、29歳主人公、主人公29歳ですね、この人に嫌われるっていう直球いいですね、そうまあなんか結構ね、扱い悪いんですよ、うん、ルカさんがで、まあ、キーパーとはってありますけども、うんうん、これはね後でわかるんでとりあえず置いときましょう、まあなんか特殊な能力を持ってる、わけなんですけど、まあこの飛龍ルカというですね、まあ怠け者で、うん、ベラッベラうるさいですね、主人公がおりまして、うんうん、まあちなみになんですけど、ルカに音声を入れるとですね、他のキャラクター全部合わせても足りないぐらい喋ってるもうメインヒロインですね、そうメインヒロインですね本作のメインヒロインでございます、はい、飛龍ルカでございますけどもね、まあまあ、彼が、主人公で、まあ、ヒロインと、まあ、出会うことでいろいろと事態が動き出すということで、かなりね、なんて言うんでしょう、ルカ、まあ、ルカ、これ言うとな、どうかと思うんですけども、はいはい、絹笠作品って毎回人気投票やると主人公が1位なんですよ。おお、じゃあルカさんも。そう、ルカもなんか人気1位になりそうな気がするなっていう感じはします。はい。まあ、絹笠作品に触れたことがある人は、いつもの絹笠主人公っていうので通じるんじゃないかなと、思いますが、はい、続きまして。続きましてクラリス・ツアインブルグ、はい、手元の資料には CV が書いてますが、書いてありますね、読まないように、読まないように、はい13巻に配属された新米刑事のエルフ、主人公曰く非常識人、幼い頃事件に巻き込まれ命の危機にあったが一人の刑事に救われて以降自分も人を助けたいと思うようになる、
着任した課の一員である主人公の堕落に呆れつつもタッグを組まされる。エルフ族の特徴として機動力と防衛力に優れた風の力を操る。はい、ということで、まあ、うん、金にうるせえエルフですよ。あ、そのことは書いてないんですね。ここに、そう、確かにここに書いてない。ね、まあ、他のとかに書いてあったけど。あ、そうそう、うん、なんか残業代が出ないから私帰りますみたいな、キャラです。ということで、うん、CV 誰は、はい、まあ後で公開するんですけども、はいはい、CV 当てクイズならぬ、とりあえず、はい、サンプルボイスは流しましょうかね。今結構あるんですよ。 5個ずつぐらいあるんで、行きましょう。もう5個全部行きましょうかね。はい、じゃあ BGM 一旦止めていただいて、本日付でこちらの部署13課に配属となりましたクラリス・サインブルグです。ああ、何やってるんですか先輩、取り逃がしたじゃないですか。隕石が直撃して先輩が死にますように、それからなぜか巡り巡って保険金が私に入りますように。心配しないでください、何があってもあなたは無事に守り抜きますから。日々堕落して生きるルカ先輩にはわからないでしょうけど、命がけで戦う刑事を私は知っているんです。はい、ということで答え合わせは後ほど。あ、後ほど、今言わないんです。今言わないです。答え合わせは後ほど。はい、じゃあ次行きましょうかね。はい、続きましてこちらはメルさんですね。はい、クーデターにより王である父を殺された孤独の少女、心優しく争い事を嫌う、世間知らずな面も多く時に周囲を驚かせる、体内には国を滅ぼすと言われるほどの強力な力を宿しているが、自身には扱うことはできない。常にその身を狙われる危険があり、たった一人の老兵だけに守られている。はい、うん、ということでこの凶暴なおっぱいを持つですね、メルちゃんでございますけど、国を滅ぼすおっぱいですよ。はい、うん、国を滅ぼすおっぱいですよ。いや、すげえこと言ったな。国を滅ぼすおっぱいですよ。はい、ということで、うん、まあ、メルはそのクーデターで、まあ、お姫様なんです、ゲノム国の、うんうん、ね、まあ、クーデターで、王である父を殺され、うん、で、まあ、一人の、まあ、護衛の 兵士と一緒にゲノム国を逃げてきて、あの第7共和国に亡命してくると、うん、でその亡命 してきた、タイミングで、まあ、ルカと、出会うっていうですね、うんうん、まあ、本日の、まあ、なんていうんですかね、そのルカの、まあ、物語をこう加速させるヒロインの、うん、まあ、一人ですね。はい、ということで、3つです。緊急事態です。私はメル、彼はハールソン、ある理由からあの男たちに狙われています。手を貸してください。今は私も一人の小娘、それ以上でもそれ以下でもあります。我がゲノム国はクーデターに遭いました。その結果私の双子の姉が殺され、王位の座はある男に奪われました。はい、という感じの、はい、キャラでございますね、うん、割となんかね、大変な人生を歩んでるね、壮絶な人生ですよね、すでに。そうです ね。はい、じゃあ続きまして篠宮小町さんですね。はい、ルカの4つ後輩、25歳の父兄、明るく気さくな性格でイケメンが大好き、理想の王子様を探し続けており、週末はほぼ合コン、警察内でも悪い意味で有名なルカのことは知っているが差別したりはしない、仕事は真面目ではないもののしっかりした正義感を持って行動している。現在は一人暮らしをしているが母親と暮らしていた、父親は離婚して不在だが警察組織の重役についている。はい、うん、うん、ということで、まあ、本作唯一の、人間ヒロインの小町さんでございますけども、うん、まあ、小町は、課が違うんですよね、あの警察の一人なんですけど、まあ、交通課にいる、
人で割とこうなんかサバサバした性格で、うんうん、まあ、合コンの女王なんですけども、うん、未だ見ぬ王子様を探して毎回合コンで男に点数をつけてはあんなのじゃ釣り合わねえって言ってなんかまた別の合コンに行くみたいな、感じのキャラですね。25歳、ね、こうやってしっかり書いてあるの新鮮ですよね。25歳、25歳のヒロインってエロゲー界隈だと割とババア扱いされることの方が多い気がする。そうか、まあ、確かにそうかもしれない、ね、うん、先生キャラとかはやっぱなんかこのぐらいの年齢になってね、うん、やさぐれてるなんかね、うん、そのなんか結婚ができないって言って酒をかっくらってなんか暴れてる先生みたいなキャラが大体そのぐらいの設定だったりするんですけども、うん、主人公が29歳ですからね。29歳なのでなんとね、うん、これねヒロイン全員年下なんですよ流星ワールドアクター。まあねちょっとそのまあヒロインの年齢もそうです、主人公の年齢もそうなんですけども、まあ本作は学園ものではないので見ての通りですが学園ものではないのでまあちょっとなんか大人な感じの作品にはなってるかなと、うんうん、思いますよということで、はい。で、じゃあ小町のサンプル音声4つ出ます。はい。13課ってのはね、警察内でもお荷物だったり厄介な存在が入るとこ。あ、私今日合コンだからまたね。いいけどさ、ま、おいでこっちに、お姉さんと仲良くしましょ。あ、ルカ、まさかこれから犯人探しに行くとか。はい、うんうん、こんな感じのちょっとなんかなんていうの、本当にサバっとしてるフランクな、そうフランクな感じの、うんうん、キャラでございます。はい、じゃあ続きまして、続きましてシフォン・マクドゥーガルさんですね。企画書の段階でマクドゥーガルってついてなかったんだけどシフォン・マクドゥーガル、シフォン・マクドゥーガル、はい。常に貧血で質素な生活をしている万年貧乏なセグイットの女剣士、大人でも持て余す武具を軽々と操る。たびたび起こる殺人事件でルカたちと知り合い関わっていくことになる。戦いにおいて有能で、シフォンは種族の中でも特別高い戦闘力を有するという、うん、万年貧乏のもう常に金欠 の、 ポン、うん、腹ペコポンコツ女剣士でございますけども腹ペコ、はい、うんうん、まあセグイット族なので、まあ、頭悪いんですよ、うん、基本アホ脳筋ってね、さっき説明ありましたもんね。基本アホの子で、うんうん、で、まあ、ただめちゃくちゃ強いっていう、うんうん、でその、まあ、見た目にそぐわずというとあれですけども、見た目にそぐわず、種族内でもかなり強いという、うんうん、キャラクターでございます。本作の、うんうん、もうまあ、ロリ枠っつったらあれだけど、まあ、ロリ枠見た目的にはね、まあ、ロリ枠でございますね、はい。じゃあサンプル音声3つ、はい、聞きましょうか。先ほど隣の部屋に引っ越してきたシフォンと申します。私の部屋で育てているアームソーです。武士は食わねど高用事、給料日までファームソーと雨水でやり過ごそうとしたのですがなかなか難しいものですね。はい、という、まあ、こんな感じのキャラでございます。大変だな、聞いたことあるなこの声。雨水じゃ無理だよシフォンそうだね、はい、はい、じゃあ次のキャラいきましょうか。続きましてメリッサですね、はい、メリッサちゃんです。ピクシー、身長20センチほどで背中に生えた羽が特徴の種族、少し耳も尖っている。希少な種族で一部では愛玩動物として人気が高い。事件に巻き込まれたところをクラリスに見つけられ、結果としてルカに助けられる。それからは命を守ってもらうためルカのコート内のポケットとマンションに居座るようになる。人間は信じられないようになっているが、少しずつルカを信用し始める。知識を身につける段階だが意外と常識人。はい、ということで、まあ、メリッサは最初ルカとは全然知り合ってないんですけども、うんうん、まあそのクラリスと知り合ったり、まあ、メルトであったりみたいなタイミングで、さらに、新しく、出会うキャラ
ですね、メリッサでピクシーなので、まあ身長20センチほどということで、まあミニキャラ、ミニキャラなんですよ。でまあルカが保護して、以降、まあ、ルカの家にいたりルカのポケットの中にいたりっていう、うん、まあ、本作のマスコットキャラです。キューピーとだいぶ違いますね。まあキューピーみたいな、なんかこうなんかゆるキャラ系ではなくて、まあ、ちゃんとした、マスコットキャラですね。はい、ということで、ゴーハード、はい、わかりました。新しい寝床と安定した食料の確保が済むまで面倒を見なさいよ。それがいいと思わない、うん、ずっと閉じ込められてたんだから当たり前でしょ。バカなの。副流煙は犯罪。とにかく私はルカのそばにいてあげるから。はあ、助けといて見殺しにするの。鬼畜。はい、こんな感じのキャラですね。ちなみに、エッジシーンはもう先言っとくけど、エッジシーンは、メインヒロイン4人のみです。いや壊れちゃうよメリッサちゃん。メリッサは壊れちゃうね、うん、まあ、メリッサは壊れちゃうようなんだけど、まあ、そのサブキャラにエッジシーンあるんですかみたいな質問は絶対出てくると思うんで、先に言っておくとメインヒロインの4人だけです。で、まあ、なんでかっていうと木下翔吾さん曰くですね、あのサブキャラまで全員エッチシーンを入れようとするととんでもなく大変なことになった過去の経験があるらしい。そんなご経験が。そうそう、あのもしやるとしたら、なんかそれこそファンディスクとか、うん、あのなんかスピンオフ作品とか、なんかそういうので、まあ、とりあえずメインの方は、まあ、メインヒロインの4人で、うん、ということで、で、まあ、ホームページ上にも記載をするんですが、エッチシーンの数は、全キャラ4シーンずつと、うんうん、HCG の枚数は全員10枚ずつということで、うん、これはホームページに記載をさせていただきますので、まあ、エッチシーンが、まあ、こうある種なんだろうな、ストーリーものというか、はい、あれなのでエッチシーンの数にこだわっている方がいるかどうかは分かりませんが、はいはい、一応そこはちゃんと書いておこうかな、まあ、気にされる方もね、はい、いるかもしれないから思いますので、はいはいはい、っていう、感じでございます。はい、じゃあ続きましてこちらはハールソンさんですね、はい、メルの護衛役、年齢は50代、白髪が目立つ大柄な男で、普段は中世の鎧のようなものを着ている。こわもてだが面倒見がよく忠義を尽くす男で礼儀正しい。何もない空間に剣を作り出し戦うことができる剣術の達人。はい、すごい。ということで、あの基本的にはそのメルの護衛でずっとそのメルのそばにいて、うんうん、まあ暗殺者からも守るし、フラチナやからからも守るし、うん、ルカからも守るという。なので、あの、うん、メルとルカの距離がちょっと縮まってるなって感じると、うん、ん？ルカ殿？って。お目つき役。そうで、ルカもハールソンのことは怖いから、いや俺何もしないっすよみたいな、はい、感じの、はい、まあそのメルのね護衛役でございます。めちゃくちゃ強いです。はい、じゃあサンプルボイス、うん、5ワード、うん、はい、これ以上お前たちの相手をしている時間はない。メル様には指一本触れさせん。やめておいた方がいい。お前では怪我をするだけだ。そうだ、メル様を完全に葬ることで確実なものとしたいのだろう。いくらなんでもそれは早すぎるのでは。メル様にも心の準備というものが必要だと思うが。かっこいい、かっこいい、かっこいいね。コメントでもやだ耳がはらむって、耳はらむわこんなん言ってますもんね、はい、多分男性が、はい、ということで、まあ、こっからね男性キャラクターがずっと続いていくわけなんですけどもね、うん、全部ねあのいろんなジャンルで耳はらむと思うんでよろしくお願いしますね。はらむ準備はできてるか。はい、ということで次いきましょう。はい、続きまして生田勝美さんですね、はい、警察庁第一課の人間で人間至上主義の男、主人公の同期でありながら過去の悲惨な事件を皮切りにスピード出世している。ルカに対して厳しく接しているが、それは信頼を置いている裏返しでもある。本作のメインヒロインの生田さんなんですけど、あれそうなんですか。あの本作のメインヒロインの生田さんなんですけど、まあ主人公のことが大好きすぎて、うん、ツンデレを貫き通しているというですね、なんて言うんでしょうね、こうちょっと素直になれない
系のキャラ紹介だけでツンデレしてますもんね。いやもうまあ元々同期なんですねルカと、うんうん、元々ルカと同期で、まあなんかそのいろいろあって今その同期のメンバー、まあ、この後ね連続して同期のメンバーを紹介していくわけなんですが、うんまあ、生田はその警察内で上り上がって、まあ、自分の目的を成し遂げたいというですね、うんうんまあ、野心にあふれつつも、ルカに対して厳しく接してはいて、ただ内心はめちゃくちゃ信頼はしていると、うんうん、なんだけど表向きルカはやっぱつまはじき者なので、うんうん、なんかお前のやったことの責任を俺は取らないみたいな感じのまあちょっとツンツンプリを、やっているまあメインヒロインですよはいっていうことで、音声5つはいなんか男性の方が多いなはい時代の責任じゃないこの国の在り方の問題だ人間以外を同じ立場で扱うからこういうことになるところでどうしてお前が先に現場についているそれが俺のやり方だと昔教えたはずだ殺しを生業とするキーパーなら簡単に能力を探られるような真似はしないはいという本作のツンデレヒロインですはいじゃあ次行きましょうかね、はいはい、続きまして、続きましてストライコスさんですね、はい、ルカとの同期同い年の元刑事で犯人プロファイリングの達人事件では大切な死を失って以降警察を辞め個人で警備会社を立ち上げるルカはあまり好いていないがストライコス自身はルカを好いている生田には目をつけられていて少し苦手はいというまあ、本作のメインヒロインの2人目なんですけどもうなんか三角関係、ね、キャラ紹介だけではい、まあ、生田と同じくストライコスもうん、ルカとはも同期でまあ元々警察、うんうん、でまあ、刑事をやってたんですけども、まあ、大切な死を失って以降、警察を辞めて、まあ、個人で警備会社を立ち上げて、まあ、生田とほぼほぼ目的は同じなんですけども、はいはい、警察組織の、上から目的を達成しようとする生田と、うんうん警察の外から、うんその目的を達成しようとしているストライコスということで、でまあ、ルカには割とこう慣れ慣れしいというか慣れ慣れしい感じ でしかも、ストライコスは紳士お金も持ってるし、うんうん、チームもあるし、うん、レディーの扱いが分かってると、うんうんいうキャラクターなのでルカはあんまり好きじゃないお前みたいなすかした男がな俺は嫌いなんやって、まあ、ルカはあんまり好きではないんですけどもただやっぱその警察内だけだと動けない時にやっぱストライコスっていうちょっと警察の外にいる、うんうん人間を頼ってまあなんていうんですかね、こう事件を解決していったりとか犯人を追い詰めたりとかっていう時に、うんまあ、役に立ってくれる、本作のメインヒロインの2人目でございますね。はい、じゃあストライコスのボイス、はい、5ワードいきましょう。おやおや、珍しい客人だね。ルカ君じゃないですか。来たくないのに来た。なかなか面白い話ですね。中途半端な腕自慢は不要。それはご存知ですよね。二人ともおかしなことをおっしゃいますね。働かざる者食うべからず。この国で生きていくのは簡単じゃない。マーベラス。何の文句もないよ、ルカ君。はい。うん、という、感じのキャラですね。まあなんかね俺はねこれね、うんまあ、ハールソンも含めなんですけども、はい、男性キャラ人気の女性ユーザーのファン層はすげえ割れると思ってあーいろんなタイプがいますもんね。でもね大体刺さるキャラいるんじゃないかなと個人的には思って、ね、誰かしらには刺さりそう、はいうんうん、ということで、続きまして、続きまして橋場宗介さん。あ、ちなみになんですけど、宗介は多分今日初公開。おお。バグバグには載ってないですね。はい、はい。橋場宗介さん。はい。13課に所属する刑事でルカたちの同期。口数は少なく単独を好む。刑事としての腕は確かで捜査力、戦闘力ともに高い。身体能力を強化するキーパーとしての能力を身につけている。
犯罪者を追い詰めることにしか生きがいを感じていない。はい、ということでまたキーパーという単語が出てきたんですけども、うんうん、まあルカさんに続き人間の中でも能力を持っている人たちのことを能力者としてキーパーっていう、うんうんうん、まあ、あの呼び方をしてるんですね、うんうん、で宗助は、まあそのまあ、キーパーの能力っていうのは、はい、警察にとっては敵にもなるし、まあ、味方にもなり、うんうんうん、警察組織の中にはキーパーがいれば、まあ、もちろんものすごく、ね、助かるし、うん、で犯罪者もキーパーの可能性があって、うんうん、まあ、そうなると対キーパーキーパー対キーパーじゃないと太刀打ちできないみたいなところがありますよ。で、まあ、宗助はあのキーパーなので割と単独行動で、要は能力がない人間が近くにいても足手まといになっちゃうから、うんうん、あの基本的には単独で動いているっていう、まあ、あの一匹狼ですね、本作のメインヒロインの3人目でございます、はい、いっぱいいる。で、まあ、同じくですね、まあ、ストライコス、生田、ルカと、宗助4人が、うんうん、まあ、同期、うんうん、でしかもあの宗助は、同じくつまはじきにされた13課所属の、うんうん、まあ、ルカの同僚でもあるという、うん、はい、立ち位置のキャラクターでございますね、はい、ということで、3ワード、はい、宗助のボイスいきましょう。やつは死んだはずだった。俺が打ち込んだ弾丸がシルバーブレッドだったとしてもか。なら覚悟しておくんだな、死ぬことも。はい、というなんかちょっとクールこわもて系ですけど、まあ生田とはまたちょっと違ったクールさというかですね、うんうん、まあクールなキャラ多いんですけども、まあねえ、ええ声やろ、ええ声やと思うで、はい、という、まあ、ルカの同期組を紹介していきましたが、はいはい、じゃあ続きまして、はい、続きましてバースさんですね、はい、年齢は30代前半でルカたちの先輩にあたる。たびたび問題を起こしており、上司を殴ったことで13課に。基本的には明るく大雑把な性格、タマコとパートナーを組んでいる。セグイット族らしく肉体派で頭はからっきし、はい、ということでセグイット族の男はこうなりますだいぶ女性とね体格違いますよね。まあ筋肉、うん、筋肉だるまにね、なるわけなんですけども、で、まあバースは、まあ、13課の先輩なんですよ、ルカの、うんうん、で、まあ、ルカよりも先に上司を殴って13課に来たっていうまあバカなんですけど、はい、で、まあ、セグイット族は、まあ、本当に頭が悪いので、頭が悪いって言うとあれなんですけど、あの頭が悪いので基本的にその、まあ、タマコって後で次紹介するんですけども、まあ、要はバックアップ担当のタマコと前線で、まあ、肉体派のバースっていう、まあ、組み合わせで、うんうん、まあ、警察として活動しているっていう感じですね。はい、まあ、13課の中では、まあ、ルカと一緒に結構じゃれて遊んでる感じの、バカです、はい、ということで音声、はい、行ってみましょう。おいルカ、今朝物騒な殺人事件が起きたんだってな。死体見て肉が食えなくなるならこの世界じゃやっていけねえぜ。さすが組織一の給料泥棒と噂されるだけのことはあるな。抜かせよルカ、こっちは殺人事件3件だぜ。わけもわかんねえ事件4つと一緒にするなよ。メロンだかフレーバーだか知らねえが、なめてんのか。はい、というはい、という感じです。なるほど、はい、まあ、あの筋肉バカですはい、続きまして、続きましてすすきのたまこさんですね、はい、警察庁第13課の人間、眼鏡をかけており頭脳担当。長めの髪はボサボサで手入れが甘い。目にかかるほど長いのが特徴。モテるタイプではない。情報機械操作にめっぽう強い。はい、ということで、うん、あのスレンダー女子のあのたまこです。スレンダー女子の層が厚いですね。スレンダー女子の層は厚いですねあのまあタマコはいわゆるなんていうんですかね、うん、あのまあ
肉弾戦とかは全然からきしただの人間なんで、ただまあ、はいはいはい、頭脳派であの機械操作も得意なんで、うんうん、あの基本的にはそのデータ収集とかハッキングとか、うん、そういう方向であの支援すると、うんうん、まあ、ただそういう人なんで、まあ、もちろん組織に溶け込めるわけもなく、うん、結構ね日の当たらないところで、生きているあのタマコさんでございます。はい、はい、ってことで音声出しいきますか。敬う気持ち？それはどんな気持ちですかね。酔いどれ老人徘徊事件、深夜の騒音事件、同時痴漢事件、迷い猫お祈り事件の4つですね。落ち着いてくださいバースさん、ルカさんを相手にするだけ疲れるだけですよ。わかりませんよ、ルカさんもお金にルーズですからね。もしかしたら被害者に借りたお金があってバンなんて。こちらとしてもこれ以上譲歩する気はありません。なのでこれ以上とおっしゃるならオフ会は諦めることにします。はい、うん、というまあこんな感じのね、キャラでございますけど、うんうんうん、はい、じゃあ続きまして、はい、はい、こちらが原涼子さんですね。はい、カフェラブ&ピースの店員で綺麗なお姉さん、ルカがいつか抱きたいと思っている女性、刑事の隠れヒロイン的存在でもあり好意を抱く者も少なくない。刑事が利用するだけあって意外と事情通。はい、あ、CV 出ちゃってる。 CV 出てんじゃん。あ、 CV が出ちゃってる。 CV 出ちゃってる。ありゃ、はい、じゃあまあ涼子だけおもらいしましたけど、まあ、夏目美塚さんですね。はい、まあ、涼子は、本作の、なんつったらいいんですかね、はい、巨乳枠です。ただ、土下座してもやらせてくれないお姉さん、ねね、土下座してやらせてほしいけどやらせてくれない、はい、残念ながら先ほど申し上げた通り、うん、エッチシーンはございませんので、うん、まあね、涙を拭いていただきたいなと思いますけども、うん、まあ割となんかサバサバしつつ、まあルカとも何ていうんですかね、こう結構からかいからかわれみたいな感じの、うん、結構とっつきやすい感じのお姉さんキャラでございますけど、うん、まあもちろんですが警察でもないですしただの人間なので戦闘力は皆無なんですけども、まあよくね情報屋として、動いてるなっていう感じのキャラクターでございますね、うん、はい、じゃあ涼子の声出していきましょうか。内縁の妻みたいなノリで挨拶しないでくれる？あのね、この店につけてる分いくらだと思ってんの？冗談よ、あんた刑事としては腐ってるけど人間としては腐ってないからそういうことしないし。それは確かにね、十三課ってすごく特殊だから、通称箱住。はい、はい、という感じで、うん、一通り紹介をさせていただきまして、うんうん、結構コメントで僕のママはどこってありますけど、僕のママはどこ、いないんじゃないかなと、思いますね。ママか、ママ、ママは僕のママどこ？山田係長かな？山田係長か僕のママ？山田係長かな、うん、ママか。今作は全員なんかね、なんかアホか気が強い女かしかいないような気がしますよ。一番土下座してやらせてくれそうなのってストライコスじゃないかな。だが男だ。はい、ということで、なんと、はいはい、ここで皆さん答え合わせをしましょうか。しましょうかね。はい、ということで本邦初公開、うんうん、PV をご覧いただきたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。世界が血に染まる大きな戦があった。何十何百万という命が戦火に飲まれ消えていった。英雄と呼ばれる者たちの手で
戦は終わった。それから数十年が経ち、第七共和国は24時間空が明けることのない漆黒の世界で生きる国として繁栄を極めつつあった。しかし暴力、麻薬、種族問題、殺人、そしてキーパーと呼ばれる異能力を身につけた者たち、繁栄の陰に潜む悪はいつの時代にも存在し続けている。これはそんな悪に立ち向かう飛龍ルカという男の物語だ。本日付でこちらの部署13課に配属となりましたクラリス・サインブルグです。贅沢は言えません。こうして命があるだけいいじゃありませんか。13課ってのはね、警察内でも荷物だったり厄介な存在が入るとこ。先ほど隣の部屋に引っ越してきたシフォンと申します。ずっと閉じ込められてたんだから当たり前でしょ。バカなの。やめておいた方がいい。お前では怪我をするだけだ。時代の責任じゃない、この国の在り方の問題だ。おやおや、珍しい客人だね。ルカ君じゃないですか。なら覚悟しておくんだな、死ぬことも。さすが組織一の給料泥棒と噂されるだけのことはあるな。敬う気持ち、それはどんな気持ちですかね。もう少し面倒見てあげたら。右も左もわからないんだし。流星ワールドアクター、2019年7月26日発売予定。はいはい、しほんちゃんいらっしゃい。ありがとうございます。しほんちゃんいらっしゃい。ねえ、いや本当キャラ紹介してる時とかどういうテンションでいればいいのか難しかったです。まあそうですよね、うん、ということで改めて、はい、草原さんは資本役でございますよ。はい、はい、ご出演おめでとうございます。ありがとうございます。いやこれも発表前長かったですね。長かったで す, ったです、ね、だってもうね、あの最近発表された中じゃ一番先に取り終わってますからね。そうですね、取り終わった順で言うと流星、はい、西黒、玉浦、はい、発表された順は、はい、玉浦、民宿郎、流星でございますよ。そうですね、はい、ということで、ラメさんまだ暑い、まだ若干暑いけどちょっとそろそろ着ようかな。よし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 、はい、はい、よいしょ。はい、ということで流星ワールドアクターいかがでしたか。もう収録終わってるんであれですけど。いや流星ワールドアクターめっちゃ面白かったですね。本当コメディですね、特にシフォンちゃんは。シフォンはコメディですね、はいはい、個別ルート の, あのコメディ純度ほぼ 100% 近いんで、はい、ということで皆さんあの答え合わせは、いかがだったでしょうか、うん、でも大体当たってたかな。当たってましたコメント、うんうんうん、まあ男性陣はあまり聞き慣れないだろうから、ね、まあね来てる方男性が多いでしょうからね。そう、分かんなかったっていう人も、うん、いるかなとは思うんですけども、でホームページの公開なんですが、うんうん、明日ホームページを明日、はい、公開いたします、うんうん、で先ほどの PV も明日、まあ、YouTube 等々でまた見ることが、できるようになりますので、うんうん、はい、まあ、ぜひねお楽しみにしていただければなと思いますよ。ということでじゃあちょっとまた流星のお便りもう少し読みましょうかね。はいはい、はいはい、あ今流れてる今流れてるこの曲がシフォンのテーマです。おーなるほど、へえへえ聞いちゃった。
不幸な人生さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。クッスーラメオさん、こんばんは。こんばんは。ツイッターで流星ワールドアクターの流星チップスが公開されていっていますが、この情報は公式サイトが公開されたらそちらにまとめられたり、さらに詳しく説明がなされたりするのでしょうか。はい、先ほどなんかいろいろこうフリップが出てたじゃないですか。はいはい。あれ全部ホームページ用の素材です。あ、じゃあ明日にはまた見れるわけですか。はい、明日になったら、まあ、先ほど紹介したものが、全部ホームページで見れますし、うんうん、まだホームページで公開していないチップスも、今後更新をしていきたいなと、うんうん、思ってますので、まあ、お楽しみに、していただきたいなと、うん、思います。ということで、じゃあ続きまして、のほほんさんからいただきました。ラメオさん、草原さん、デジナマは、デジナマは、流星ワールドアクターはハードボイルドファンタジーというジャンルだと伺いました。どこからだろう。ハードボイルドとはいかなる事態にも心揺れない男の中の男の生き方と某ハーフボイルド探偵が言っていたのを聞いたことがあるのですが、うん、作品の示すハードボイルドもこの意味で合ってますか。これね、合ってると思う。うんうん、ルカ、ルカかっこいいよね。あ、かっこいいですよ、ルカさん。ルカかっこいいよ、うん、クソみたいな男だけどかっこいいと思う、うんうん、はい。なんか別にシフォンから見たらそんなにクソな部分 あったな、でもえ、結構なんか、あ、でもシフォンの方がお金持ってないから助けられてるところの方が多いのかな。恩人なんでね。そう、割とね、なんかね、うん、金の無心をね働くやつなんですけど、うん、お弁当くれるし。そうこちらはわさび男さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ダメオさん、クッスン、こんばんは。こんばんは。今回はついに流星ワールドアクター特集ですね。自分は衣笠先生の作品が好きなので発表があった時から待ち焦がれていました。衣笠先生の作品といえばギャグが面白く、プレイ中にリアルに声を出して大笑いしましたが、流星ワールドアクターもギャグはありますか。また過去作でキャラが履歴を改ざんして都合の悪い部分を消したり、ロードボタンを押すとロード画面に行かず相手のじゃんけんの手を覚えた状態でじゃんけん前の画面に戻ったりなどメタネタはありましたが、今作もそういうぶっ飛んだネタに期待しても大丈夫ですよね。楽しみにしています。なんかね、あの、うん、そう、なんか完全にそういう感じじゃないんだけど、それっぽいのはあったありました。で、ギャグは結構ゲラゲラ笑えると思います。いや、笑えますよ。台本読んでるだけでもう家で笑ってますはい、あの、まあ、本作はね、うん、あの、まあ、一番最初企画書を提出いただいた時にですね、はいはい、見たジャンルはね、ダークコメディって書いて、何これ、ダークコメディってなんだよみたいな、はい、なんか、うん、あのクスはどの男性キャラが好きって聞かれてますけど、私でも絡みがある人があんまりいないんですよね。実は確かにハールソンが一番絡んでるのは、でもルカがいないところを、ルカさん、うん、あ、でも私ルカさんめっちゃ好きですよ。あ、まあそうね、うん、ルカはね、ルカ好き。もうなんか結構鬼畜の所業をされてるけど、うん、シモン、あの、頭悪いから、うん、あんまり気にしてないっていうねそっか、はい、頭悪い人を通して見てるからかなそう、そうかもしれないはい、ということでね、まあ、流星ワールドアクターの、お話もさせていただきまして、うん、ですね、まあ、ここからちょっと流星ワールドアクターに関する今後の、まあ、なんていうんでしょう、スケジュールじゃないですけど、まあ、まず先ほど、発表させていただきました通り、はいはい、こちらですね、うん、はい、7月26日、はい、7月の26日、発売予定でございます。予約開始は来月3月から、3月末から、予約開始になっております。で、今その書き下ろしの特典に関してとかは、あの、今どのお店さんでどの特典がつくかっていうのを調整しているので、こちら予約開始前に、かん、あの、イラストもすべて完成で、出しますので、参考に、予約の参考にしていただけたらなと思います。で、まだどこにつくかは分かんないんですけども、はいはい、ボイスドラマ特典、はいはい、ありまして、シフォンは2つかな、うん、取りましたね、はい、2つかな、2つ、うん、まあ、3つあるんですけど、うんうんうん、13課でルカの悪口を言うドラマ、あのボイスドラマ、女の子たちが集まって、それ別です。あ、それ別、あの13課で悪口を言うんですよ、うん、あ、そっか、そっちね、そう、そう、13課、はいはい、13課で、ルカの悪口を言うボイスドラマが1つ、うんうん、ね、
ストライクス紹介でルカの、うん、まあ、悪口じゃないけど、うん、ルカについて語るボイスドラマ、これに資本、はいはい、出てますね、出てますね、はい、で、最後が、はい、あのルカの悪口をひたすら食べる女子会女子が集まって女性キャラ大集合スペシャルみたいなやつが一個ありますけども、はい、ということで、まあ、ボイスドラマもありますんでね、それも含めて、ぜひ予約の参考にしていただけたらなと、思っております。で、ソサーラみたいに DL にも得点が多分つくと思うんですけども、そこも含めて今、調整中です、うんうん、で多分まあそうだな、次回のニコ生までに準備できるかどうかは割とギリギリな感じがしますが、うん、まあ予約の前には必ず、出しますので、もうちょっと、お待ちいただければなと思っておりますよ、ということで、はい、じゃあそんな感じで、はい、いろいろと紹介をしてまいりました。お渡しした資料もすべて紹介をさせていただきました、うんね、分厚い資料も全部出しましたね。でもこの情報が全部ね、はい、明日には公開されるので、はい、明日、紹介を、ホームページをね公開いたしますので、ぜひぜひ、お待ちいただければなと思っております。はい、はい、ということで以上で流星ワールドアクターのコーナーでした。それでは本日届きました最新 PV をご覧ください。で台本に書いてあるんですけど、うん、さっき見せたやつ、あ、さっきのがそうそう、さっきのもう一個あるのかと思ってびっくりしたさっきのやつ、あのさっきのめっちゃかっこいいやつですね。もう一回流す、もう一回流します、もう一回流す、おかわりしときます、しないもうなんかとりあえずね2回目流しておきましょうか。世界が血に染まる大きな戦があった。何十何百万という命が戦火に飲まれ消えていった。英雄と呼ばれる者たちの手で戦は終わった。それから数十年が経ち、第七共和国は24時間空が明けることのない漆黒の世界で生きる国として繁栄を極めつつあった。しかし暴力、麻薬、種族問題、殺人、そしてキーパーと呼ばれる異能力を身につけた者たち、繁栄の陰に潜む悪はいつの時代にも存在し続けている。これはそんな悪に立ち向かう飛龍ルカという男の物語だ。責任じゃない、この国のあり方の問題だ。おやおや、珍しい客人だね、ルカ君じゃないですか。なら覚悟しておくんだ、死ぬことも。さすが組織一の給料泥棒と噂されるだけのことはあるな。敬う気持ち、それはどんな気持ちですかね。もう少し面倒見てあげたら。右も左もわからないんだし。流星ワールドアクター2019年7月26日発。はい、うわということで、今後ろで流れている BGM はさっきの PV の BGM と同じ BGM を流してるわけなんですけど、実はアレンジが違うんですよ。へー、ここさっきの PV、うん、このなんていうの、サックス、はいはいはい、入ってないんです。へー、あ、そっか。なんで そのサックスが入ってると
この BGM で、サックスが入ってないやつがさっきの PV の BGM なんですけど、雰囲気変わるでしょ。うん、どっちもいいですね。なんで、あの、実は BGM もあのベースで50曲以上用意してあるんですけど、アレンジ違いで、100以上 BGM があるので、まあ結構そのね、イメージが変わるような、曲がね、まあ、用意されていますよということで、はい、まあ基本なんかね、ちょっとおしゃれな曲が多いんですけども、何事もなかったように顎を下げましたね。はい、いや、なんかそこにあったんですよ。せっかくなんで、その顎を折りたい。メキョメキョ、あれ、顎切った顎モノマネみたいな。はい、先ほどコメントでいくつかいただいてたんですけども、アクティベーションはありますか。まああれですよ、オンライン認証、はいはい、オンライン認証ありますか、うん、ありません。お、今回は入れてませんので、中古で売れるよ中古で売れるよっていうのもあれだけどなんかその言い方は悲しいですけど、はい、アクティベーションは入れてません、うん、でその代わり、ダウンロード、アクティベーションコードが入ってないので、ダウンロードカードとかも多分入らないと思います、うんうん、なので、ダウンロード版、ダウンロードで遊ぼうかなと思ってる方はダウンロード版の方が、いいかなと思いまして、何これで人におすすめできる。おお、すすめしてくれ。 DMM ゲームプレイヤーはいらんのや。いらんです、はい、あのアクティベーションなしです。なので DVD からインストールしたらそのまま遊べます。まあ、もしかするとね、発売日に修正パッチちょこっと出したりとか、あの、まあ、他の、ね、メーカーがやってるぐらいの、あの、はいはい、軽度の、ね、パッチとかはあるかもしれないですけども、あの基本的には DVD インストールで、遊べるようになっておりますので、アクティベーションはなしです、うんうん、はい、ということで、なんかご不安だった方もいらっしゃると思いますが、ご安心くださいということで、はいはい、はい、ということで、とりあえずエンディングの締めのトークいきましょう。もうそんなお時間ですね。いや、もうあとね、あと15分で終わりなんです。いや、盛りだくさんだったな、流星のことが。もう流星の話しか今日してないですよね本当ですね。はい、はい、じゃあ、はいはい、デジネーションからのお知らせお願いします。はい、え、もうそっち行きます。ん、他なんかあれあります。あ、そうだそうだったですよね。はい、そうですね、すいません、完全にあれ、これ、いや、違う、ちゃうねん、あ、これじゃん、これじゃん、物、あ、物ここにあります。いや、そうですよね、物はありますよ。はい、本日のプレゼントです。草原由衣さんのサイン色紙1名様にプレゼントいたします。もうダメだ、はい、こちら、プレゼントの応募方法のご説明をお願いします。今日グダグダだな。はい、応募方法についてご説明いたします。印象に残ったキーワードをリスナーの皆様のコメントから募集します。コメントの中からスタッフさんが適当に拾ってアンケートを作ります。アンケートを実施し、キーワードを決定、キーワードを記載して応募するです、はい、これはね、あのデジネコにシホンちゃんのひのちゃんのね、あの紙的なウィッグ的なものがついてるんですよ。あ、もうあのあれだ、立ち絵で出てる。あーね、しほんちゃんね。はいはい、こんな感じです。こんな感じですね。あの、ごめんな、な、ごめん、書き間違えた言っちゃったごめんねいや、いや、じゃあ17音符回でしょ。あの、17音符回ですはい、ということで、印象に残ったキーワードを、はい、コメントで書いてください。はい、募集するんじゃ、募集するんじゃ。いや、今日は今日は盛りだくさんだった。これ終わんのかな、うん、はい、あ、キーワードと遊びを出してください。はい、耳がはらむ、みんなはらんでたもんな。メインヒロインかっこ男、まあね、ヒロイン級の男性キャラクターがいっぱいいるんでね、うん、ねえ、だってもうキャラ紹介からしてみんな可愛いですもんね。で、うん、まあいわゆるそのなんか 業界的にっていうとあれですけど、はいはい、ワード数ってあるじゃないですか。あ、はいはい、あのセリフの数、はい、収録の時によく言うワード数ってやつなんですけど、うんうん、まあダントツでクラリスが一番です。あ、はい、まあね、あ、相棒ですね。相棒なんで、うんうん、他のヒロインの3倍ぐらい喋ってるんですけど、そんなに、うんうん、で、まあ
クラリスがいて、うん、で、他の3人の、まあ、メインヒロインマックス・ハラさんを含めてですけど、はいはい、まあ、ほぼほぼ同じぐらい、はいはい、でその次にセリフ数が多いのが、はい、メリッサかな、あ、メリッサちゃん、メリッサ、うんうん、で次がストライコス と、ハールさん、あ、ストライコスさんってそんな喋ってるんですね。ストライコスはめっちゃ喋ってます。へー、あのヒロインとほぼほぼ同等数喋ってます。はい、ロケット鉛筆10歩10本ロケット鉛筆、僕のママは、僕のママはどこ、ママがいない。流星ワールドピーポー、流星ワールドピーポー。コメントで警察だからピーポーなのかっていうのがあって、あ、そうそう、めっちゃ面白かった。すごいな、大喜利に向いてるよ。ね、あ、いやだから明日盛りだくさんなんですよ。まあ後でちょっとね、うん、お知らせもいろいろ入りますけど、まずね、社長令嬢セレクションっていうのが明日発売します。ハイパーシーンさんの、ハイパーシーンの、はい、で続きまして真相ノイズ受信探偵の事件簿 PS4 版が明日発売します。発売、はい、うん、で、それに合わせまして、はい、クソラジが明日復活します。 KSR ね、 KSR、うん、はい、クソラジが、はい、あの明日復活します。あの真相ノイズ草原結衣と橘真央のラジオ事件簿、うん、セカンドシーズン、セカンドシーズンで、で流星ワールドアクターのホームページが公開になります、うん、で流星のホームページ と、ラジオ事件簿は、はい、一応夜更新予定です。ほうほう、多分ラジオ事件簿の方がちょっと時間が遅くなるかな、なるほど、かなっていう感じですね、うんうん、はい、で何時頃って聞かれてますけど、まだ時間はちょっと、ね、更新何時ぐらいかな。いや、まあでもなんか夕方よりは夜って感じになると思います、うんうん、はい、です。いやー、KSR はひどかったですよ。いや、そんなことないですよ、まだ第1回なんでね。そうですね、みんなそんな、まあ、ハードルを上げずにね、はい、聞いてもらえたら嬉しいなと思いますよ、はい、ということで、うん、キーワードを、はい、読んでいきましょう。あ、出てる、出てます。1番、耳がはらむ、2番ラメ温度、3番僕のママかっこ男、4番ママがいない、5番流星ワールドアクター、6番ダークコメディ。はい、うん、この5番の正統派ぶりがもう入れたかったんでしょうね、これね。はい、ということで選んで、いただきたいなと思いますけども、はい、電報よりは早く更新しないと、なんかうちが深夜残業ついちゃうんで、うん、電報よりは早いです、うんうん、もう今日は口が回ってないんでね、まあ、夜の電報より早い時間、はい、夜の電報より早い時間あるからよろしくお願いしますね。よろしくお願いしますね、うん、第2回のお便りも待ってますよ、はい、第2回あるんでね、ちゃんと。そう、第2回のお便りもお待ちしておりますし、ね、まあなんかね、今後いろいろあると思いますので、まあ、ぜひね、うん、デジネーション関連作品の応援をよろしくお願いいたします。はい、はい、ということで、はい、はい、結果出ますよ、どーん。どれだ、耳がはらむ一番、耳がはらむ、はい、では、キーワード耳がはらむを、はい、プレゼント応募で、はい、うまい具合にメールに混ぜ込んでいただいてね、まあ、はい、無理な人は上とか下にちょろっと書いてもらって、はい、2019年3月12日までに必要事項を記入の上お送りください。はい、KSR のお便りの送り先はアズライトツイッターをご参照ください、ね、アズライトのたまよら未来のツイッターを見てください、はい、ツイッターを、見てくださいということで、ディズニーションからのお知らせお願いします。はい、フローライトは2019年1月25日にソーサレサーライブを発売しました。萌芸アワード絶賛投票受付中です。また新作のミッシングクロスリンクは2019年4月26日発売予定です。こちらも絶賛予約受付中です。アズライト最新作たまゆら未来が2019年5月31日発売予定、絶賛予約受付中です。そして真相ノイズ受信探偵の事件簿の PS4 版が明日2月28日に発売します。ラジオ事件簿 KSR も明日復活します。皆さんぜひ聞いてください、はい、
続きまして DMM ゲームスネクストンの共同ブランド夢見るのガールズブックメーカーも絶賛予約受付中です。5月31日発売予定です。そしてヘリオドールファーストプロジェクト流星ワールドアクターのホームページが明日公開されます。来月末から予約開始で7月26日発売予定です。はい、最後にハイパーシーンの社長令嬢セレクションが明日2月28日に発売します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、今日はなんかもうあと6分だって、うん、ねえ、はい、本当だ。なんか宣伝ありましたらどうぞ。あ、宣伝、明日2月28日にスワローテイル、あの日青を超えてという作品が発売されます。ニコさんからぜひぜひこちらもチェックしていただけると嬉しいです。合わせて、はい、はい、以上で、以上です、はい、はい。ということで次回の生放送は、2019年3月13日水曜日の予定ですが、はいはい、生放送の前が大変なんですってね。あ、それ言っちゃっていいんですか？いいんですか言っちゃって。前が大変なんですね、生放送の前ね、もうここにいる全員が大変ですよ。そう、そうですよ。はい、まあ、何が大変なのかはね、はい、いずれ分かるでしょう。分かるでしょう。はい、その当日分かると思います。当日分かると。はい、以上かな、大丈夫かな、宣伝漏れとかないかな、もう今日俺疲れてるからダメだ。はい、ということで、明日のホームページ更新とかも、お待ちいただければと思いますので、うん、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、長時間のご視聴ありがとうございました。今回のお相手はディジネーション公式チャンネルアシスタントパーソナリティの楠原由衣とで、ディジネーション広報のラメオでした。次回もまた見てください。せーの、バイバーイ。